女子 U16 棒高跳び決勝はあと1名選手が残っております。前橋育英の柳川美久、ここまで全ての高さをパスしています。U16 男子 100m 予選3組、1着2レーン、吉綱明宏、西宮翔星、10秒80。この記録は大会新記録の模様です。6レーン、安藤、失礼します。2着6レーン、安藤とは、御殿場西高、10秒99。3着3レーン、石黒幸宏、ネクストエイシ、11秒10。スクリーンは U16 男子 100m 予選3組結果確定です。2レーンを走りました西宮翔星、吉綱明宏、10秒80、大会新記録です。おめでとうございます。